3年間の訓練を終えた第104期訓練兵はついに卒業の日を迎えることとなった。心臓を捧げよう。はっ。本日をもって訓練兵を卒業する貴様らには3つの選択肢がある。壁の強化に努め、各町を守る駐屯兵団、犠牲を覚悟して壁外の巨人領域に挑む調査兵団、そして王の下で民を統制、秩序を守る憲兵団。無論憲兵団を希望できるのはこれから発表する成績上位者10名のみである。クリスタレンズ、サシャ・ブラウス、コニー・スプリンガー、マルコ・ボット、ジャン・キルシュタイン、エレン・イエーガー、アニ・レオンハート、ベルトルト・フーバー、ライナー・ブラウン、首席ミカサ・アッカーマン。やっとここまでたどり着いた。今度は俺たちが巨人を食い尽くしてやる。